はい、プレイボール、どうも野球人です。中日ドラゴンズルーキー成績というわけでございまして、今日はですね、中日ドラゴンズの、今年のルーキーですね、2019年ドラフト指名選手、ドラフト1位から、育成指名までの選手の1軍2軍成績をしっかりとお伝えしたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、中日のドラフト1位石川選手についてしっかりとね、見ていきましょう。東邦高校ですね、出身愛知県、185cm 93kg、右投げ右打ちの、三塁手でございます。3球団競合の末に中日が引き当てた金の卵なんですが、今年はどのような成績を残したんでしょうか。はい、見ていきますと、今シーズンウエスタン成績58試合2割7分8厘、57アンダー、ホームラン3本ですね。OPS が 0.754 と、しっかりと成績を残しております。打点のウエスタンリーグでこの成績っていうのはやはりすごいですし、今年の高卒ルーキー野手では間違いなくね、彼が1番なんではないでしょうか。はい、そして1軍の成績も見ていきますと、14試合で2割2分2厘、36打数で8安打ですね。で、見ていきますと、OPS はね、0.578、なんですが、スリー率しっかり、3割乗ってますね。少ない、ながら、フォアボールを選べているというのがね、やっぱりポジティブな、要因ではないでしょうか。非常にやっぱり楽しみでございますし、来シーズンはね、おそらく1軍の起用っていうのも、さらに増えていくんではないでしょうか。本当にね、中日いい選手を引いたなっていう、感じでございます。では、1位は石川選手でございます。続いて2位の選手見ていきましょう。はい、続いて2位の選手ですね。ドラフト2位は橋本選手でございます。大阪商業大学の選手でございます。出身福井県、1998年1月8日生まれ、180cm 71kg、左投げ左打ちの、ピッチャーでございます。サウスポーの投手ですね。見ていきますと、今シーズンウエスタン成績11試合0勝1敗、 19.1 イニング防御率 3.26 という成績でございます。あまり奪三振率は高くないんですけど、フォアボールを、19.1 イニングで1個も出していないっていうのがね、彼の持ち味でございます。で、1軍成績見ていきますと、14試合で0勝0敗、17.0 イニング防御率 7.41 と、ちょっとね、1軍ではしんどい、ピッチングが続きました。奪三振率 6.88 なんですけど、四球率 6.88 ということでございまして、ウエスタンで、しっかりとコントロールできた制球が、1軍ではあまり通用しなかったということになっております。ですがね、しっかりと、2軍ではいいピッチングができているので、それを1軍で来年は出せればという感じの成績でございました。はい、というわけで2位は橋本選手でした。続いて3位の選手見ていきましょう。はい、続いてドラフト3位は岡野選手でございます。東芝、から入った宮城県出身、1994年4月16日生まれなので、結構オールドルーキーですね。 180cm 85kg、 右投げ右打ちのピッチャーでございます。はい、今シーズンウエスタン成績が6試合3勝0敗 29.2 イニング防御率 1.52 としっかりと結果を残しております。はい、で1軍に上がると11試合で2勝2敗 42.0 イニングで、防御率 6.17 という成績なんですが、奪三振率 8.72、予測率 2.76 と、この主将はね、すごくいいものを持っているので、来季以降ね、活躍できるんじゃないかなっていうピッチャー、でございます。2軍でも、しっかり活躍してますし、来季、これだけね、三振が取れるピッチャーなので、非常に楽しみかなというふうに思います。はい、では続いて4位の選手を見ていきましょう。はい、ドラフト4位は郡司選手でございます。慶応大学の選手でして、180cm 86kg、右投げ右打ちのキャッチャーでございます。非常にね、期待されております選手でございますね。はい、今シーズンウエスタン成績17試合2割8分9厘、ホームラン1本ですね。 OPS 0.808 と少ない打席数ながら、しっかりと2軍では結果を残しているということでございます。はい、そして1軍成績は30試合で1割5分6厘、 OPS 0.470 と、いう成績でございます。打てるキャッチャーとして入ってきた1年目は、ちょっとね、1軍では結果出せなかったんですが、
まあポテンシャルはね、かなりございますので、まあキャッチャーなんでね、やっぱり時間かかると思いますが、しっかり適応していただきたいなというふうに思っております。というわけで4位は郡司選手でございました。続いて5位の選手を見ていきましょう。はい、ドラフト5位は岡林選手です。小物高校ですね。175cm74kg、 右投げ左打ちの外野手でございます。今シーズンレスター成績が64試合2割8分5厘ですね。オビス 0.679 としっかりと2軍でハイアベレージを残しております。1軍でも6試合2割8分6厘とヒット2本を打っておりまして、まあドラゴンズでは石川選手と並ぶ期待の選手ということでございます。まあなかなかね、ウエスタンリーグで1年目から結果を残すっていうのは本当に難しいんですけど、こうやってドラフト、高卒の野手2人がね、活躍してるっていうのはすごくいい傾向なんではないでしょうか。では、続いて6位ですね、見ていきましょう。はい、ドラフト6位は竹内選手ですね。札幌創成の178cm77kg、 右投げ右打ちのピッチャーでございます。はい、まあ今シーズンウエスタン成績はありません。まあ高卒ピッチャーなので、ね、まあ長い目でっていう感じでしょうか。まあしっかりね、来シーズン以降は、まあ、2軍で結果を残して、でまあさらに数年後は、しっかりと1軍でもね、台頭してくる存在になればと思います。はい、では司会者は以上でございます。続いて育成選手ね、1人だけなんですけど見ていきましょう。はい、それでは育成ドラフト1位ですね、松田選手でございます。名古屋大学出身で、愛知県ですね。なので、まあ、地元の選手ということになっております。1997年5月16日生まれ、 176cm80kg、 左投げ左打ちのピッチャー、サウスポーでございます。まだ、名古屋大学高学歴の選手ということで、まあ、ちょっとね話題にもなった選手でございます。そんな松田選手なんですが、今シーズンはウエスタン成績出場なしということでございまして、まあ、育成選手の中で、まあ、なかなかね、出場機会っていうのが難しかったり、するんですけど、まあ、来季以降はね、しっかり、試合数を積んで、支配下、昇格に向けて頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、以上ね、支配下から育成選手、しっかりと成績見ていきました。はい、というわけで中日ドラゴンズルーキー成績確定版ということで、しっかり見ていただきましたが、いかがでございましたでしょうか。やっぱりね、注目すべきは石川選手、そして岡林選手の、高卒野手ルーキー2人なんではないでしょうか。まあ、1年目から活躍するというのはね、本当になかなか、ないので、それが2人出てくるっていうのは、素晴らしいことですね。で、まあ、即戦力ピッチャー、たちもしっかりとね、2軍では結果を残しておりますので、来季以降ね、活躍する可能性っていうのは結構あるんではないでしょうか。そっちもね、ぜひ期待しておいてください。というわけで、以上でございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。